皆さんこんばんは、460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。今回の動画はですね、コンビニに行ったらこのモノマックスの増刊号で6倍の双眼鏡を売っていたのでつい買ってしまいました。こちらの方なんですけど、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定になっているみたいですね。お値段の方なんですけど、見えるかな、1390円となってます。まあはっきり言ってしまえばおもちゃですよね。ただね、今車の中にね放り投げておく双眼鏡が欲しかったので、まあ思わず買ってしまったっていう感じですね。とりあえず開封して見ていきたいと思います。まあちょっとね、これ朝ツイッターでボスケさんがなんかツイートしてたのでいいなと思ってね、ちょっとコンビニに行ったついでにあったんで買ったんですけど、どんなでしょうね。なんか紙が入ってますけど、あ、一応こんな感じで説明書じゃないよね、なんか正し注意書きの紙かなんかがついてます。そしてちょっと寄せようか、よいしょ、もうちょい寄せようかね。こんな感じか、こんな感じですね。まあ本体とあとはストラップですね。ストラップはまあ置いときましょう。うわ、軽っ。やっぱりね、チャッチーね。多分これレンズもプラスチックタイプのレンズだと思います。見た感じだといわゆるガリレオ式と言われてるやつですね。まあいわゆる、まあね、ガリレオ式って言っても分かんないと思いますけど、だいたいオペラグラスと同じようなものって言ったら分かると思います。もうやっぱりね、1300円はそこらへんなんで、プラスチッキーな感じでチャッチーですよね。こんな感じで一応目幅調整もできるようになっています。そしたらね、ちょっとこれで見え味の方を見てみたいと思います。実際に覗いてみました。撮影の方は iPhone 8 Plus の望遠レンズで撮影しています。これね、なかなかコリメイト撮影がねうまくできなかったので、若干ピントの方は甘くなってます。見え味の方なんですけど、プラスチックレンズなのでカリカリにシャープというわけではないです。あとアイリーフが短いのか、メガネをかけた状態ではピントがうまく合いませんでした。ただ自分の場合はドキンガンなので、他の人とはねちょっとピント合わせが違うのかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。まあやっぱりね、1300円程度のオペラグラスなんで、チャッチーといえばチャッチーですよね。これ対物レンズが測ってみたんですけど、おおよそ 35mm だったんで、倍率が6倍ってことを考えると、こちらのね接眼レンズの方がだいたい 5.8mm ぐらいになるのではないかなと思います。しかもね、レンズの方がプラスチックなんで、そこまで光学性能的には良くないんでね、まあ見えるだけのものかなっていう感じがします。なのでね、結構もう雑に扱って壊れたら壊れたでもういいかなっていう感じになるんじゃないでしょうか。まあ自分としてもね、最初さに言ったように、車の中にね放り投げっぱなしにしたかったで、こういうねもうチャッチーのでいいのかなと思ってます。ただね、今ちょっと天気悪いんで、今晩月が出てればね、月を見たら一番ね光学性能って分かりやすいんですけど、その辺ができなかったのがちょっと残念ですね。まあこれを使ってね、ちょっと星を見たりとか、あとは野鳥撮影行った時にね、野鳥を探すのとかに使ってみようと思います。それでもうどうしてもダメだと思ったら、ちゃんとしたね双眼鏡を買おうかなと思ってます。それでね、この動画見て気になった方は、一応ね概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので、そちらの方から覗いてみてください。まあ正直そこまでして買うほどのものではないかなと思います。たまたまねコンビニに行って見つけたら、まあ買ってもいいかなっていう感じのレベルのものではないでしょうか。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。